アマンバイ県はパラグアイの県である。県とはペドロフアンカバリエロ市である。1945年に10番目の州として成立した。パラグアイの東部地域に属し、北や東はブラジル、南にカニンデジュ県、西にコンセプシオン県とサンペドロ県に面している。ブラジルとの国境沿いにアマンバイ山脈があり、アパ川がブラジルとの国境沿いに流れている。その他の 主な河川はアクイディバン川やイペーン川などがある。平均気温は摂氏21度で1月から3月は雨季である。セロコラ国立公園のセロムーライジャ生態系は多様で一つのエコリージョンを形成しているが森林破壊が進み、動植物の一部が絶滅の危機に瀕している。また、四つの自然保護区が存在する。その他、セロコラ国立公園がある。 主要幹線道路には国道5号線や国道11号線やペドロフアン・カバリエロ市とブラジルとの国境の街のカピタン・バドをつなぐ道路がある。ドクター・オーガスト・アール・ファスター空港がペドロフアン・カバリエロ市にあり、アスンシオンとの定期便が運行されている。ありがとうございます。